始めていきましょう。レッドサイド幕府 VS ブルーサイド四皇豪傑ダックスの試合です。波動ファイト。さあパラメーターにも注目しながら見ていきたいですね。さあ冷静にまずはお互いしっかり受けている。ここでね、おっと今のはうまかったですね。前に出てくるのしっかりね見て捉えてましたね。動きを予測してました。さらに4枚抜き。さあ今日の幕府は一味違うぞ。さあダックスはここでね、焦らずに取り返していきたいところ。さあパラメーターですが、四皇豪傑ダックス、3151、チャージをね5まで振ってる選手がいます。さあしかしシールドの枚数の優位は変わらず。さあここでさらに追加点。さあしかし追いついてきたぞダックス。さあルヒア選手は、5311とねチャージはねかなり少ない一撃必殺。さあこのあと行って逃げ切れば幕府はダックス相手に勝利できるんですが、さあそうさせるわけにはいかない。取れるかダックス、届くか1点。さあ3対2で幕府の勝利です。おめでとうございます。まさかの展開。さあ日本、さあもう喜びがものすごいです。日本ランキング13位の幕府が日本ランキング5位の四皇